はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、試作会動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、プロ野球のね、阪神タイガースの藤浪選手がですね、こう新型コロナウイルスの感染の有無をね、調べる PCR 検査でね、陽性となったことがね、27日に関係者への、ね、取材でね、分かりました。阪神がね、午後に発表するとおっしゃってましたけども、もうね、発表されていましたけどもね、まあ、とうとうね、野球界でもね、感染がね、確認されました。3人はね、その今月中旬か、食事を一緒にね、3人でして、で藤浪選手は嗅覚障害、嗅覚異常か、で他の2人は味覚障害というのね、症状をね、球団に報告して、ちゃんと報告して PCR 検査を受けたようです。で阪神はね、その藤浪選手と3人のね、自宅などをね、待機させて、で1軍2軍ともにね、4月1日まで活動を休止させると言っております。藤浪選手は数日前からそのコーヒーやワインの匂いをね、感じないとね、異常をね、訴えたみたいです。で嗅覚異常やね、味覚障害といったものはですね、感染者の一部に見られる症状だったみたいで、こう医師からの検査をね、勧められたようです。で26日に PCR 検査をやって、深夜に陽性確認がされたと。他の2人もその味噌汁の味がせえへんなどとね、訴えてね、検査を受けてね、陽性が判明しました。で藤浪選手ら以外もですね、その選手寮で、選手って寮で生活する方が多いんですけども、そのね、若手選手らが特にそうなんですけども、そういう人たちっていうのは別の施設にね、分散されてね、待機してもらうことになってて、で全選手、阪神の全選手、球団施設で練習をしないようにっていうふうにね、指示をね、出されたようです。このようにね、各メディアが報じてました。阪神タイガースが練習できない状況になってしまいましたね。スポーツ界で、その野球界でね、この状況なので、そりゃオリンピックもね、延期になりますよ。いや、もうしかしね、ほんまに心配です。僕自身がね、その野球が好きってのもあるんですよ。本当に心配です。本当に安静に治療に励んでほしいです。それはね、そのこの選手だけじゃないですけども、そのやっぱ芸能界では志村けんさんがね、陽性と診断されて入院されてますし、で今のね、今回のコロナ問題だけじゃなくても、そのインフルエンザでもね、何でもですけども、やっぱりね、健康でいられることがね、一番ですよね。でみんなでね、早く終わらせようと、みんなで努力すれば感染はね、拡大しないです。で今回のその阪神の選手らのケースも、志村さんのね、ケースもそうですけども、感染経路っていうのがね、わからないんです、まだね。でそしてね、その感染力が強いので、今回のコロナウイルスっていうのは、でしっかりね、感染対策をしててもかかってしまうとね、ニュースでね、専門家がね、報じてました。前回の動画でもね、お伝えしましたけども、その感染症の主な感染経路、その3つである3大感染経路、1接触感染、2飛沫感染、3空気感染ね、触れない、吸わない、吸い込まない、まあ難しいですけども、まあ、これらの他にね、エアロゾル感染のね、お話もしたんですけどもね、以前にね、そのまあ僕がね、調べた専門家の見解とね、皆さんの認識が間違ってるとコメント欄でね、ちょっと指摘されましたので、ちょ改めてね、調べさせてもらいました。飛沫感染と空気感染の違いをね、お話しした時にですね、空気感染はエアロゾル感染と呼ばれていると言ったんですけども、そのウイルスや、菌がこの霧のように空気中に漂う状態がエアロゾルというの呼び名で表現されていて、でその状態で、普通の咳やくしゃみでね、出る飛沫、バッて出る飛沫っていうのはほとんど粒がね、ちょっと大きいために、すぐに地面にポタッて落ちますけども、エアロゾルという状態はより小さい小さい粒子になっているので、長時間空気中に漂いますと。でこうした小さい小さい粒子でもウイルスが一定の時間生存できることが確認されていることから、エアロゾルによる感染が起こりうると結論付けていますとね、アメリカの疾病対策センターの、ね、研究グループが、ね、発表してました。あとね、このエアロゾル感染はね、こう閉ざされた空間やこう窓が閉め切ってる部屋とかね、起こりやすいと言われてますので、そのエアロゾルをこう追い出すにはですね、空気の流れと換気と空気清浄機が必要ですとね、日本エアロゾル学会が発表してました。
まあ、いろんな専門家がいて、いろんな根拠でいろんな発表されてますので、でも間違ってるとかそんなんじゃないんで、こういうのは可能性があるよというたくさんの情報の中のごくごく一部なので、まあ、皆さん温かい目でちょっと見守ってください、お願いします。まあ、未だコロナ問題に関してまだまだ専門家もね、感染症に詳しい病院の先生らもですね、わからないことだらけと言ってます。しかしね、分かってきてることもあるんです。それをね、専門家の皆さんはね、発表してくれてるんです。そしてそのね、専門家や先生らがね、口を揃えておっしゃってることがね、あるんです。それがね、手洗いうがいです。手洗いうがい、このね、世界中のセレブがね、インスタグラムで今、手洗いチャレンジっていうのをね、動画でアップロードしてますよね。ね、こう皆さんもしっかりね、手洗いうがい、そしてね、できるだけ不要な外出を避けて、控えて、できるだけですよ、できるだけ控えてもらって、感染の拡大をね、防いでいきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がね、いいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。